ごきげんようリオロスです。それでは本日も金色のコルタ3やっていきましょう。はい、前回はこの何でも上がるマン如月恭弥が1段階上がりましたね。みんなも頑張っておくれ。何でも上がるからもう親密度はすごいね、トップだね。じゃあやっていきましょうか。あと2日か、間に合うかな。やっぱり今回も間に合うのか間に合わないのかで切羽詰まる感じなのか。今日は海の日、学校は休みだが、海の日、いつもより早く目が覚めたので昼食を作ることにした。今日も誰か誘える感じ。起床後に時々弁当を作ることになります。作った弁当は昼食に誘った重要人物に食べさせられます。毎日早く起きて毎日起きて誰かにあげて。食べさせた弁当が相手の好みの場合、好み、あちゃー、通常よりも親密度を大きく増やすことができます。そこも気ぃつけなきゃいけないんだ。肉じゃが、トルティーヤ、炊き込みご飯、僕が好きなのはトルティーヤだけどね。トルティーヤだ、行こう。トルティーヤ作った。誰、トルティーヤ好きなの誰。とりあえずどうしよう、音楽室は完成度ボーナスだからアンサンブルをやりたい。今私の完成度どんぐらいだ。あ、これじゃないか。曲情報、これか。習熟度91だからあと1回ぐらいで上がるかな。じゃあ1回屋上で律に聞かせて、それでもうあとアンサンブル連打でいいかな。時間ないしね。知ってる？内緒話をすると妖精が寄ってくるんだって。あ、やっぱいるのか、やっぱいるのか、この中に。何、隅っこで何してんの、リツくん。リちゃん、ああどうしたじゃあ聞いてもらおう、私のチャルダッシュよろしく。いやー、また足りない、100には足りない。ブラボーブラボー、喋った。その曲よく弾いてるようだな、励んでほしい。はい、オッケー。あ、3人いる、3人いるならもう完成さす。今日5回弾けるみたいだからいっか。じゃあこれで完成だね。完成です。はい、よし、稼げてるって。 BP が稼げてるってことはやっぱ妖精出てくるよな。あー、一緒だ。そろそろ昼食の時間だ。今朝はトルティーヤを作ってきたが、はい、昼食前に一緒に食べる相手を選びます。選んだ相手との親密度が上がります。誰かからの誘いを受けている場合、昼食の相手は選べません。そりゃそうだ。朝料理を作ってる場合、その料理のことが好きな人を昼食に誘うと親密度をより大きく上げられます。ちょっと情報ないの、情報これ情報ないの。トルティーヤ好きとかなんかそんな話聞いたっけ。誰かドボルザークが好きしか聞いてねドボルザークのことしか聞いてない。誰も選ばなくていいですか。違う。どうしよう。あ、この3人誘える。天宮くんも誘えるの。わざわざ行くんだ。なんだっけ、楽器店じゃない、スタジオに。じゃあどうしよう。公平に一番低い榊先輩誘うか。榊先輩、作ってきました。トルティーヤ好きですか。いや、絶対違うと思うな。いただきますと。おしゃべった。君の手料理が食べられるなんて俺も幸せ者だな。ですよね。こんなとこ京也が見たら発狂するぞ。昼食を食べながら楽しく過ごした。あ、トルティーヤじゃなかった、肉じゃがだったのかな。あ、メール来た。こんなタイミングで、あれか、お昼ありがとうか。ビデオ屋見つけたぜビデオ屋ってのが時代を感じるな。ツタヤか。寮の近くを探検してたら DVD レンタル屋発見。なんでビデオ屋って言った。前に見たいって言ってて見逃した映画あったよな。今度借りてみようぜ。変身。 OK、 ちゃんと変身しました。さて、じゃあ音楽室であとはもう完成度を上げていくだけだね。今日や練習してきたか。あ、お前か、暇なのか。くっそ忙しいわスーパー忙しいわ。1分1秒勝負だわ。
オケ部にある楽譜は先輩たちが代々集めてくれた楽譜なんです。 OK じゃあ聞かせていこうか。あ、この場合今日やいなくなるな。もうちょっといいとこないか。 2,3 人いるところ。あなた意外とバイオリン上手だよね。キサラキ君が認めるだけあるわ。でしょ。あ、ちょうど2人になった。じゃあここでいいんじゃない。この2人も虜にしてしまおう。ファンにしてしまおう。あ、これ全然間に合うな。余裕あるわ。はい、いいね。80。ははつい夢中で弾いてしまったよ。こんなにいいハーモニーになるなんて思わなかった。あ、でも上がんないんだ。でも上がんないんだ。うーん、あー、いいねいいね。集まってんで、ね、カフェテリアのソフトクリームってうまいよな。そうっすか。転校してきたばかりでアンサンブルメンバーなんだなんて納得できませんね。いや、君もやればいいじゃん。自由参加じゃなかったっけ。じゃあチャルダッシュ、君らに聞かせてあげるよ。認めさせてやるよ。これで97。あれ、限界突破してんだっけ。そういえば110までは行くんだったかな。はい、もう光が走るようになってきたね。感想ないの。感想、毎日練習練習練習。ほんと俺の柄じゃねえんだよな。練習嫌いか。うちの学院は高台にあるから毎朝坂を登らなきゃなんです。そうなのか。あ、ファンの毛利さん。あ、今ファンになったのか。やったぜ。いいねいいね。こうやって徐々に、うん、トリコを増やしていこう。お、はるくん、はるきゅん、こんにちは。じゃあ最後ははるくんに聞かせようか。これ中谷さんとちょっとガッ、お、いいよいいよ。そうそうそう、中谷さんと近づいて欲しかった。大地くんはもう入ってるから、これで今日は完璧じゃない。うっす。はい、いや、こっち見てこっち見て、はるきゅん。あー、でも20くれた。ははこれ結構いけんじゃね。日も暮れてきたので帰宅することにした。おう、え、バイオリンの替えの弦、そっか、切らしちゃったんだ。大丈夫、駅前に楽器店があるから。オケ部の先輩もそこで買ってる人多いみたいだよ。お、これまた新人の加入じゃないか。攻略対象の加入するんじゃないか。これ、これから一緒に行こうか。うんうん、それならさ、帰りについでにアイスクリームとか食べて。ってダメだよナッチ、今日レッスンじゃん。ナッチ、ナッチって言うんだ。あ、いけるそうだった。どうしよう、なおちゃんもナッチって呼んで良さそうだけどな楽器店は近くにあるらしい。地図を書いてもらった。あー、一人になった。これ絶対男の子出てくるパターンでしょ。ナッチが画伯。あはははこの地図超芸術的すぎるよ。あー、いるよね、地図書くの苦手な人うるさいな、もう。美術は苦手なの。地図は美術とは言わない。この地図でたどり着けるだろうか。あ、迷うパターン。ああ、懐かしいなこの景色。あれ、お、なんだ偶然だな。どこ行くんだ。どこ行く。楽器店です。ああ、そっか、うん、楽器屋か。そうだよな、そろそろ弦買っとかないとやばいもんな。あ、じゃあ新人さん出ないで今回は京也くんと仲良くやる感じ。京也もバイオリンの弓をそろそろ張り替えないといけないはずだが。ああ、でもあんま金ねえんだよな。ほう、張り替えていくらかかるかな。え、自分で張り替えないのか。ギターとか毎回僕自分で張り替えてるけどな。てかバイオリン、バイオリンの弦っていくらぐらいするんだろうな。なんか高そうな感じするな。今まではお前んちのじいさんに頼んでたから。じいさん？なかったのにそうなん？ま、見に行くだけ行ってみるか。で、楽器屋ってどっちだ。この地図を見たまえ。わかるのか。ごめんください。お、でも新人さんはいそうな感じ。店内は静まり返っている。奥の部屋には電気がついているようだが商談中なのだろうか。うわ、すげえ、いっぱい並んでるな。やっぱ都会の店は違うよな。ここも1とか2で通ったとこかな。うん、こんな値段のやつもあるんだな。見ろよ、これなんか桁2つくらい多いんじゃねえの。まあ、バイオリンはやばいだろうね。うーん、誰もいない店内を見て、店の人はどうした。弦がある棚を見に行く。飾られてるバイオリンを眺める。
やっぱ楽器店来たら眺めたいよね。眺める。いいな、俺も広いホールで派手に明るい音が出るやつ。派手に一丁欲しいんだよな。今のも低音はすげえいいけどさ、ほう、イタリア歌曲とか雰囲気出しにくいじゃん。あー、そっか、そういうとこにこだわるのか、やる人は曲によって変えるのか。ほう、あ、なんか見つけた。中央のガラスのテーブルの上に美しいバイオリンが置かれている。なんだなんだ、綺麗だなこれ。なんでこんなとこに置いてあるんだ。これあれじゃないの、妖精が生み出したバイオリンじゃないの。こっちにあるのがこのバイオリンの弓か。弾いちゃう。京也は見せられたようにバイオリンを手に取る。おおおお、なんか呪われたのか弓がゆっくりと弦に近づいて、ああ、すごい、無意識に引き寄せられていく。体が勝手に引いてしまう。いい音。へえ。お、やべ、誰か来る。いや別にやばかないだろやばかないだろ。何をして。おお、テニスのコーチ最初の方に出てきたテニスのコーチじゃん。ああ、悪い、え、ちょっと。その手をどけろ。おう、野良犬が。いや怒るんだったら放置しとくなよ放置しとくなよ。うわあ、すごい。何しやがる。ちょっと後ろの倒れちゃったよ。いいの。で、そのスーツ、そのコート、何？なびいてるけど、長すぎじゃない？それちょっと。え、夏じゃなかったっけ？あれ？黙れ。コーチ？お。貴様のような打剣が俺のシュトルムに触れるな。だったら放置しとくなし。シュトルム、ドイツ語で嵐の意味。アマネでいいのかな。アマネのメーカーレイジが愛用する楽器でいいのかな。名前それでいいのかな。その指をすべて折り取ってる。最近名前出てきちゃったけど。いや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 、それは犯罪だよさすがに。だと聞いてりゃ、さっきから打剣だ野良犬だと言いたい放題じゃねえか。あ、そもそも突き飛ばした時点で犯罪だな人を何だと思ってやがんだ。まあ、勝手に触ったのは良くなかったけどさ。二人を止める。暴力は良くない。京也に代わって謝る。いやー、どうしたいかな。暴力は良くないよ。うん、そうだ、何はともあれ暴力は良くない。うん俺に説教か。当たり前ですよ。女は黙っていれば。え、なになに、貴様は何、徳がありおる。え、なになに、どういうこと。バカな。バカなって何が。あ、でも演奏してたのは一回見られてんだよね、過去に。で、たわいもないみたいなこと言われたような気がするけど。なぜ、なぜ貴様がこんなところに。でもそんなに覚えられてるんだ、印象に残ってるんだ。青年が自分を知っていることについて、どこかで会ったことがある？知り合いだったのか知ってるかな。テニスのコーチ、どっかで会ったことありますか？覚えてさえいないか、俺のこと。え、この人まさか同学年？ひょっとしてその腕の紋章あれだよね、天宮くんと同じ学校ってこと？え、同学年ですか。そうなのだろうな。覚えてない。あれか、なんかいつか昔にコンクールかなんかで蹴散らしたことがある相手とか、そういう感じうん、そうだろう。貴様にとっては、ああ、たわいない出来事。いや、そんな感じだな。うん、打ちのめされたことがあるのか、この主人公に。だが、うん、俺は忘れたことはなかったぞ。まあそうだろうね。貴様のこと。勝った方は覚えてないだろうけど、負けた方は覚えてるだろうしな、そういうのって。いや、あくまで予想で語ってるけど。忘れるわけがない。おうおうおう、貴様が砕いた。砕いちゃった。俺の魂のかけらは。ほう、
今もこの胸に刺さったままだ。めちゃくちゃトラウマになってるらしい。俺が得た屈辱と同じだけの絶望を貴様に味合わせるまでは、ほほ、安らぎなど得られはしない。え、マジっすか。忘れ去ることなど、いや、できるはずもない。いや、大丈夫っすか。そんなに。待て、てめえ、さっきから聞いてりゃ薄気味悪いことばっか抜かしやがって。まあまあ確かに。なんだまだ吠えるだけの気力はあるのか。うるせえ、離れろ、この博覧野郎が。博覧野郎が、とんがり野郎じゃないんだ。立ち上がった今日のポケットからカードが転がり落ちた。おお、お前らコンクールに出るのかみたいな感じで。それは、あ、やっぱり全国学生音楽コンクールの ID カード。今日やわざと落としたのか。それは俺も出るぞみたいな感じで、そこでぶちのめしてやるみたいな感じで。そうか。ああ、すごい。貴様はあのコンクールに参加するの。すごい流れが読める。めちゃくちゃ流れが読める。あのすごい絵に描いたような悪役やってますけど。それは何よりの希望。でもきっと攻略対象なんだろうな。貴様が今ここに現れたことを。ああ、心から祝福しよう。きっとこんな、この人も頬をあからめて海とか山とか一緒に行ったりするのかな。ふぬけのようになった貴様では、ああ、同じステージに立つだけの価値もなかった。一緒にトルティーヤ食べたりするのかな。ふぬけましたか。まあまあ、でもレベル7とか8だもんな私。周りに比べたらふぬけてんだろうな、きっと。かつての輝きを取り戻した貴様からでなければ、ほう、真の勝利など得られるはずもない。あ、なるほどね。頂点をなるほどね。登ってくる。こっちが本気になるまで待ってくれるやつか。俺はそこで。なるほど。貴様を待つ。はい。待て、てめえ。大丈夫か？背中危ないぞ。大丈夫か？大丈夫？お！大丈夫なわけねえだろって。なんか聞いたことある声だ。一緒に隣にいた女の人かな。ごめんなさいね。レイジ君がこんなことをするなんて。レイジ君。折れたりくじいたりしていないといいけれど。いや、そうしたら傷害罪で訴えるだけですよ。大丈夫ですよ。何緊張してんだお前は。なんてことない。ただのかすり傷ですから。そのポーズはやめた方がいいぞ。そう、それならよかったわ。あれ、男の子だもの、喧嘩は慣れっこなのね。あれ、鈴木さんと声が似てる気がするけど、同じ人まさか。そりゃそうですよ。このくらいの怪我、日常茶飯事です。このくらいの怪我を日常茶飯事でたまるか。痩せ我慢をしてる京也に対して一応心配しておく。つついてみる。これだろう。ほい、何しやがる。ほい、いてだろうが。やはりただの痩せ我慢だったようだ。本当にごめんなさいね。なんでいちいちメガネを取るんだあなた。そしてあのバイオリンをとても大切にしているから。だ、なんで放置した。誰かに触られるのが嫌でたまらなかったの。なんで置いて部屋を移った。レイジ君というのが先ほどの青年だろうが、うん、なんか名前出てたよね、用語して、ね、妙がレイジよ。妙が、聞き覚えはない。妙が3年生なの高校生なの。室内学部部長、担当楽器はバイオリン。へえ。そう、本当にあなたは覚えていないの。覚えていません。まるでレイジ君の片思いなのね。みたいですね。さて、モテる女は辛いぜ。今は大したことがなさそうでよかったけれど。いや、痛そうですよ。もし家に帰ってから具合が悪くなったりしたら、うん、病院にちゃんと行ってね。そしたら連絡するんで連絡先ください。うん、これ。ああ、くれた。私の名刺です。ああ、さすが。連絡をもらえれば、ちゃんと治療費もお支払いします。ああ、大人の対応。名刺には天音学院理事、三影涼子、天音学院三影涼子、天音学院の理事、若い。理事長の信頼がつく天音の生徒のことを任されている。へえ。いや、
本当そこまでのことじゃないんで大丈夫ですよ。ほう、許してくれるのね。うん、ありがとう。君が優しい子でよかった。よかった。ああ、いけない、レイジ君に置いていかれてしまったわ。早く行かなきゃ。はい、じゃあごめんなさい。私はここで失礼するわね。そのほくろがセクシーな人だね。嵐のようなひとときだった。本当だよ、ミョーガレイジの氷のような眼差しが思い出される。一体何者だったんだ、いつどこかで会ったことがあるのだろうか。そこな、楽器か。ああ、楽器店が選べるようになりました。アイテム、あ、楽譜ここで買うのか。 BP 使うの、ここで練習中に使うことができる。ああ、メトロノームとかが、この世界ではメトロノーム消耗品だからな。うん、一回曲弾くと壊れるからな、なぜか。ニアと話す。誰の話を聞きたいんだ。じゃあ、まあ、ミョウガさんだ。すごいな、このこのミニキャラすごい顔してんな。ミョウガレイジ聞いてみましょうか。やっぱ攻略対象なんだ。今回バイオリン多いな。ミョウガにしますか。はい、ミョウガの話か。一体何について聞きたいんだ。どうせドボルザークが好きなんでしょう。いや、さすがに違うよね。さすがに違う。いや、でもなんか雰囲気的にはドボルザークしっくりくんだよ、一番。うん、あの雰囲気。ミョウガくんの。むしろ一番ドボルザークしてんだよな。はい。そういえば。もしくはベートーベンあたりかな。ミョウガの音楽思考か。稽古か。ミョウガは気高い演奏や、決然とした演奏が好みらしい。ほう。スメタナ、あー、ニールセンの曲をよく弾いてるという話だ。あー、ずいぶん方向性変わったな。まあこんなものだな。そろそろ眠くなってきた。あとはまた明日にしてくれ。やっとドボルザーク以外が来たぜ。はい、というわけで新キャラも出たところで、あの人落とせるんだ、楽しみですね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。スメタナか、なるほどね。